電灯・動力供用3小4線式とは、200V3 小と 100V 単相の電力を4本の、電線、ケーブルを用いて供給する配電方式である。電灯・動力供用、Y デルタ3小4線式変圧器75区場以上、300区場程度までの電灯・動力供用配電線や、受電設備などに用いられる。 三小変圧器二次側デルタの一辺の中間点から電圧のかからない設置された中性線と他の端子から対地電圧 100V の電圧がかかった電圧線2本と残りの端子から対地電圧 173V の電圧線1本とを引き出す。対地電圧 100V の電圧線と中性線とを接続して単相 100V 負荷に 電圧線2本を接続して、炭素 200V 負荷に、電圧線3本を接続して3小 200V 負荷に供給する。単層 100V 負荷を接続する辺の巻線の容量が他よりも大きくなっている。なおこれら電灯、動力を共有する供給方式で3相負荷へ、給電した場合、共有サムした層の電流が多く流れたり、アンバランスが大きくなる。 これは共有するトランスが共有しないトランスに比べて大きく力率が悪いためである。異容量 V 結線による参照4000式配線炭素を3000式 100-200V と少し容量の小さい非設置の炭素を2000式 200V とを V 型に接続したものである。変圧器の利用率が低いので75区場未満の極、区、小容量の伝統。 動力供用の配電線や受電設備に用いられることがある。ありがとうございます。